余オ置は、フィンランドの中西部にあるクンタである。自治体の境会の標識人口は3079人であり、そのうち男性が1596人、女性が1483人である。陸地面積は543.11平方キロメートルである。水面面積は821.98平方キロメートルであり、そのうち 淡水面積は6.03平方キロメートル、海水面積は815.95平方キロメートルである。エーテラン・キラン・大橋・キタポフヤン・マーケンのラーへ軍に属する。バルト海のボスニア湾に面しており、海岸線はおよそ88キロに及ぶ。半引き日半島は、ボスニア湾に北西に突き出た半島である。当時地帯は、国道8号の沿いに位置する。 自治体域は、ピョハ川によって、ほぼ二分にされている。近隣の都市としては、およそ3 0トル北東のラーエ、およそ3 0トル南西のカラヨキ、およそ1 0 0トル北東のオウル、およそ1 0 0トル南西のコッコラなどが挙げられる。集落としては、パーヒラティやパーティコースキー、バイヤーやイパリー、イテリンカイラやケスカカイラ、リミンカカイラやポジャンカイラがある。 ピョハイオキ協会1573年、サロイ年から分離、独立する形で、スウェーデン王のヨハン三世によって、ピョハイオキが創設された。1808年、ピョハイオキの戦いが起こる。1837年、エーテラン・キラン大橋がピョハ川に架橋される。1895年、自治体の境界線が新しく定められた。 1977年、ピュハイオキ協会が完成される。2011年10月、原子力企業のフェンノボイマが、半引き日半島を原子力発電所の建設予定地として決定する。ありがとうございます。